はい、お疲れ様です、今日は脱税と節税の境界線か、毎月1000万以上の経費の使い道、まずその皆さん結構経費で使ってるって、経費っていうのをそもそも意味が分かんないとか、なんで経費でお金使うのだとか、経費だったら何が得なのっていうことも含めてちょっと説明していこうと思うんですけど、まあ実際にね、その毎月やっぱり売上がね1億超えてるよね、今で言うと。そうすると経費って、まあ、それはそれなりにね使わせてもらっとると思うんで、まあ、ある程度自分なりに14年間経営者やってきて、まあ、ここまでは経費認められる認められんっていうのも、まあ、学んできたつもりだけ、ね、うん、学んできたつもりなんで、また聞いてください。ちょっと今日面白いと思うけどな、あと、あ、そうか、コメント説明欄に目次リンクあります、スマートフォンはコメント欄のみか、コメント欄のみ使えますんで、ぜひまた使ってください。あとチャンネル登録いいね、先ほどね、またチャンネル登録者増えてきて年内5万、微妙なラインでギリギリだな、皆さん頑張って、ちょっとチャンネル登録いいねはめっちゃしてくれるんで、ほんと再生回数のはね、ちょっとあんまりなかなか伸びなくても、いいね率が高いんで、まあ今頑張ってやってますけど、ぜひチャンネル登録もしてもらえると、また面白い話もしようかなと思って、ぶっこんだネタ突っ込んできますんで。でチャンネル登録しとるとあれでしょ、その通知が来るとかいろんなメリットが何個かあるんでしょ。だからぜひチャンネル登録 してもらえれば内容も分かりますので、よろしくお願いします。はい、経費で購入するメリット、まずちょっとじゃあ実際にどういうのを、まあね、社長として経費使ってるか説明する前に、実際のその経費っていうと実際どういうことなのって、まあちょっと、まあ俺なりの会社でね、俺は税理士じゃないからプロじゃないからさ、まあそうね、細かいことはプロに相談した方がいいと思うんですけど、まあ経営者レベルっていうかね、そのまあルールの中でゲームするやつじゃんね、まあ、サッカーの選手だったらサッカーのルールにのっとるのと同じで、経営者だったらね、経営者でその税金のルール、会社のなんちゅうの、まあ、ルールね、個人情報保護法とかいろんなルールがあるんですけど、まあ、俺はその専門家じゃないから、まあ、詳しいことは分かんないんですけど、まあ、俺なりの解釈でちょっと話しさせていきます。じゃあ経費で購入するメリット、お金が減らないわけではない、消費税も得、利益の総殺分も得。ちょっとね、これ分かりづらいんですけど、まあこういうことなんですけど、ちょっとね、今回ちょっとこういう表を作ってみたんで、ちょっと分かりやすく説明していこうと思います。給料でまずお金使う人っておると思うんですけど、まあ普通の人だよね、会社員の人も含め、まあ俺もそうだけど、給料取ってるから、法人ってことは給料制だから、給料でいろんなものもちろん買うんですけど、給料とその経費で使う時のメリット、まあデメリットなんですけど、簡単に言うと、まあ給料が1000万だとしますと。だからまあ給料ってさ、社会保険料は引かれるし、その税金引かれるし、あと消費税、ちょっとこれまた後で別で話すんですけど、社会保険ってまず何ちゅうかな、まあ従業員だったらいいんですけどね、従業員だったら確か 12.5%、 社会保険料と健康保険料とかなんかいろいろあると思うんですけど、 12.5% って引かれてると思うんですけど、経営者さ、俺だとさ、まあ、会社もまあ 100% 株主だから全部会社のお金、俺のお金って言ったらあかんんですけど、そのまあね、まあ、もし今日解散するとしたら、まあ、俺がもらえるわけじゃん、株主だから。ね、でまあその社会保険って入ると個人、自分の給料からも 12.5% だと125万だよね、引かれとるってことだよね、約。まあ、ちょっとそのパーセンテージはちょっと深く分かんないんですけど、でもそれ同等額会社からも引かれてるんですよ。ってことは 25% も引かれてるわけ、社会保険入るためだけに。で、まあ、年金もらえるだなんだって言うけど、俺なんか別にあれじゃん、社長だから結局言ったらさ、会社辞めるまで給料もらい続けれるわけだから、多分ね、その言われたのは、まあ多分俺が社会保険、会社がうまく生き続ければ社会保険もらっても年金もらうタイミングはないだろうね。だから年金も入ってるっちゃ入ってるんですけど、まあ、俺が辞めやんよね、65か今何歳か分からんすけど。でだからまあ経営者2倍払うってことだよね、簡単に言うと。で、まあ、あと税金っていうけど、所得税、試験民税、納税とかなんかいろいろあると思うんですよ。まあ、これも
まあ、要コメントでお前知らんやろとかなんとか書いてくるけど、まあ本当俺もあまり知らんのですけど正直、まあ、社長として知ってるや十分な前で、まあ、だってこんなもん勉強しにいいと思う、深くはね、これから経営者やりたいっていうならそういうもんだなーって、この頭の片隅に入ってればいいだけのものだと思うんですけど、所得税なんてあれでしょう、例えば年収2000万とかいっちゃうと確か相当のパーセンでしょ、 30% とか前やったよね、その動画でね説明したよね。でまあそんなんだわ、ちょっとあのよく気になる人はそっち見てくれないんですけど、でプラスその消費税って何っていうと、まあ、1000万給料、まあ俺が会社として俺に1000万払いますっていうのは消費税払ってないわけよ。で物買う時にまた消費税を払わなんでしょう、これ給料だと、うん、なんちゅうかな、まあ、1000万で給料払って、まあ、1000円のもん買ったら10%? 1100円払わなかんわけじゃない。ってことは個人で消費税払わなかんから当たり前だよね。だけど、これっていうのは、まあ、ちょっとこれ次の時で話そうかな、消費税のことは。まあ、でザクッと、まあ、消費税 10% も損するっていう言い方はちょっといかんかもしれないですけど、まあ、究極言ったらじゃあ使える金っていくらなのって言ったら、本当に 50% ぐらいになる人もおるんちゃうかな。ね、1000万もらっても500万。おるよね、多分全然。じゃあ経費ってじゃあどういうふうか、経費でお金を使う人が、これちょっと変わったんだよ、経費でお金を使う人、経費でお金を使う人っていうのは、まあ、1000万のまあ経費、まあこれ、まあ、分からんけど利益でどれ1000万使えるとしてね、まあ、年間なのか月なのかは別として、で経費の場合これさっきさ引くって書いてあるんですけど、こっちは足し算なんだわ。うん、何ちゅうかな、もしさ、いや1000万の利益が出ちゃうと法人税って持って帰っちゃうでしょ、それ結構なパーセンテージでしょ、確か 30% とかそんなもんじゃなかった。うん、でただ例えば1000万で、まあ1000万ね、まあ1000万だと原価償却とか、まああの難しいこと言い出すと原価償却って何だってあるんですけど、単純に考えて1000万のものを買ったら全部経費参入できるとしたら法人税払わなくていいんだわ。それは経費だから利益なくなるからね。でプラスこれ本当に面白いのが、これ1000万の経費で足し算で消費税なんですよ。さっきマイナスじゃないですか、消費税が。これなんで足すって書くかっていうと、消費税の仕組みっていうのは、まあ会社個人でやろうが、まあ法人でやろうが、これからまああのみんなこれはあの大事なことなんですけど、消費税、その売上がまあ1000万超えんかったら消費税はいいんかな、いいと思うんですけど、年間1000万ね、売上高で。うん、だからその1000万超える人っていうのは、俺らもお客さんから消費税もらってるわけよ、 10% だけど、いろんなところに外注さんだとか、その物買ったりな飲み代とかで消費税払ってるじゃん、もらった分をまた払ってるじゃん。だから例えば1000万のものを1年間使ったら消費税が年間100万でしょ、あ100万入ってきたとするでしょ。だけどその80万消費税が出てたら20万だけ毎年納めるんですよ。20万毎年って毎年それを計算して、決算書っていうので計算して、だから売上に対して 10% 税ね、売上がじゃあうちがまあ10億だとする、年間ね、なら 10% だったら1億じゃないですか。だけど1億消費税払わなあかんわけじゃないんですよ。その払った分から引いて、だいたいいつもまあ500万から1000万ぐらいだと思うんですけど、僕もちょっとはっきり覚えてないんですけど、1000万あの消費税ね、だからもらった分から払った分を引くってこと。だからさ、経費で払う場合消費税も払えるから、さっき個人で払うって言ったのは、個人がさもう一回給料になっちゃってるじゃん。でこれまあちょっと分かりづらいと思うんだけど、言ってることが何っていうと、その経費で払うから一回でいいんだけど、給料このさ、じゃあ1億消費税が入ってきて、1億消費税が出てかない理由、出てかない理由って分かるかな、言ってること分かるかな。年間俺がそのまあね、さっき1000万ぐらい消費税払ってるって言ったんですけど、その1億消費税が入ってきて、まあ8000万9000万消費税が出てくるんですけど、そのそれって何にその差、リザーヤが出るのっていうと、人件費とあと家賃だったかな、家賃とかは消費税がかかんないんですよ。かかんないものがあるの、世の中に。だからみんなで俺は従業員には給料払ってるじゃん。うん、で給料というのは消費税がかかってないんですよね。
だから俺のところにストックしてっちゃうんですよ。まあ言ってもわかるからなんか10億入ってきて売り上げがね、まあ、仮に全部10億外出てたとしたらの話、そうすると普通10億入ってきて10億出てくるんだから消費税イコールで同じでしょってなるんですけど、人件費とかはその消費税が払ってない、消費税込みじゃないから、消費税な抜きで渡してるから、なんちゅうかな、そこに利材が出るから消費税で生まれてきちゃうんだよね。だからね、1年で、ね、1億2億とかの足場材ボーンって買うと消費税マイナスで返ってくる時あるんですよ。そうそうそう、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、だから給料で払っちゃうってことはその会社と給料で二重払いみたいな感じになるわけよね。なんか物1000万のもの買うときにちょっと分かりづらいけどな、うん、でだけど経費でもし買うとしたら、うん、そっから消費税引けるから究極言ったら 10% お得なわけ、会社の経費で買うと。だからまあプラスって書いてあるんですけど、だから利益も減って法人税も減る、消費税も減るって言ったら、だってほんと 30%40% 得みたいなもんなんだよね。ってことはこの個人で使うお金と法人でこの使うお金でどれぐらい差があるのっていうと、まあ、経費で払うか給料で払うかっていうと本当に下手したらもう倍近く違ってくるんだよね。なんかまあもちろん経費認められるもんじゃなかったんだよ。ちょっとまあここあんまり長くなっちゃうとあれですけど、まあ、ちょっとまあ深いことは税理士さんに聞いてください。税務署でも教えてくれる、あの個人さんどこで聞いたらいいのって、この間ちょっとねある知り合いに質問されたからちょっと答えたんですけど、税務署は本当に丁寧に教えてくれるから、あの何、まあ、名古屋でいうと中川区港区とかでも全部中川税務署とか全部あるはずだから、そういうところに聞いたら、うん、本当に詳しく教えてくれるから、まあ、そういうところに聞けば分かると思うんですけど、まあ、俺はもう経営者としてさらって言ってるからね、アンチさんやめてね、アンチコメント、お前バカだろって言って、バカだっつってんだろって言って毎回言ってんだから。はい、じゃあちょっと次のページ行こうか。節税と脱税のまあ境界線か、ちょっとタイトルと逆になっちゃったからね。でまあ先ほどそのまあそのね、どっちが得だっていう話をまあしたんですけど、うん、ただまあそのね、自分個人のお金を会社のお金使っちゃったらやっぱさ、それは脱税になっちゃうから、そこのまあ境界線って難しいと思うんで、ちょっと話していこうかなと思うんですけど、だってまあ会社自分でやっとるってことは経費でやっとるからただじゃない、よくはお前経費で出せるでお前ただだろ金いらんだろとかってよく言われるんだけど、それは関係ないでしょって、会社に金が残らんと俺の金も残らんし給料も取れなくなるしね、だからそれは関係ないんですけど、まあ、例えばじゃあ飲み代、飲食代っていうと、接待交際費、会議費っていうのはまあ認められるよね、もちろん。で、遊びに行くとか、一人で飲みに行くとかね。それは本当経費、まあ認められんわね。ただじゃあ、領収、それどうやって調べるのって言ったら、自己申告。うん、それはまあ、それ以上は言わんけど、自己申告なんで、これ何人で行ったって。うん、まあ、昔は俺もだって、領収書に全部何人で行ったって書いとったかな。まあ、一人で言っとった時に一人で言っとったって書いたかどうか、まあ、一人で言っとったら領収入れてないか、ね、あの事実上、うん、だけど、まあ、接待交際費とか会議費打ち合わせとかは降りるんですよ。で、まあ、これちょっと難しい、接待交際費と会議費ってちょっと難しくて、ちょっと接待交際費だけちょっと税金が 10% だけ認められんとか、あの総額、年間の総額とかあの縛りがあるんだけど、まあ、それは税理士さんだとか税務署に聞いてもらうと分かるんですけど、会議費っていうのはまあ何ぼでも認められるかな。ただ一人5000円までって決まってんかな。だって例えば3万円使ったら6人いないとかなわけよ。いないといかんっていう言い方をね、ちょっと適正かどうかわからんですけど、まあこれは全部経費にもう 100% 入れる。だけど飲食代、ここで遊びに行く、まあもちろん友達と一緒に遊びに行くだとか、家族でご飯食べに行くだとかはまあ経費認められんわね。で、はい、お品代。会社で使用するものは、まあ、もちろん落ちるけど、個人プライベートの使用するもの、まあ、これ当たり前のことですけど、ただ本当に、まあ、この脱税進めてるわけじゃないよ、俺は。だけど、境界線って本当、社長って曖昧なんだよな、俺もそうだけど。だって、趣味で買ったカメラで今こうやって YouTube とかやり始めとるわけじゃん。趣味っていうことないですけど、まあ、写真撮るの好きだったんですけど、ね、まあ、もちろんでも、じゃあそのカメラで子供も撮るだろうし、ね、職人さんも撮るだろうし、会社のいろんな、ね、あのホームページで使う写真も撮るわけじゃないですか。だからそこってまあ曖昧やん。じゃあカメラ半分は家庭だから半分経費は認められませんとか、
まあ、厳密に言ったらそういうのあるんかもしれんけど、まあ、そら辺も自己申告だと思うんだよな多分俺は。でそら辺はもうそのプロに聞いた方が分かると思うんですけど、だから、うん、まあ死なないなんて本当になんとでもなるでしょうって言ったら失礼ですけど、うん、まあ完全に自分のもんやからよ、子供のおもちゃだとか自分の使うね遊び道具だとかそういうのはいかんと思うんですけど、うん、まだね本当、まあもちろんビデオカメラもそう、まあこういう部屋で空気清浄機もこれも至るし、うん、照明っていうね、これ照明もそう、パソコンモニターも、まあ、もちろん認められるような、うん、で車で仕事で使用するもの、プライベートで使用するもの、まあこれ車もそうなんですよね。じゃあその認められるのか認められるんかっていうのは、うん、難しくはないんじゃないかな。まあ会社に乗ってってんだったらもうだってそれね、もちろん会社で使ってんだから、まあ、会社名義で買えばいいだけのことだよね。で、まあ、旅行、交際費、まあ、これこそ仕事、勉強、社員旅行は認められるんだよね、うん、温泉行こうがないでしょうが社員連れてって行ってくるわっていうのは認められるし、でプライベートっていうのはまあ認められない。ただこれも、まあ、言い方変えるとじゃあどうやって証明するかっていう話だよね。 SNS とかに上げとったらちょっとアウトだと思うんですけど、うん、まあ、難しい境界線ではあるような、うん、でまああと部屋代、これもそうですね、事務所仕事が目的、寮でも降りるってことは、まあ俺やってないんですけど、自分の家とかも会社で半分使ってますだとか何パーセントは使ってますとか、それか会社名義にして俺から家賃を取るってこともできるわけで、それはね俺も 税金の本かなんかで勉強したことあるんですけど、寮代従業員から取るっていうのも結構いい加減な時あるじゃん。もういいよって言って10万円の家賃のとこ俺が借りてあげて社員に、でもお前3万しか払わんでいいやってあるじゃないですか。だからその建物がすごい豪華だから、あのその何寮費がその値段じゃおかしいでしょっていうのは税務署は多分言えないと思うんだよな。だってそうだもんね、10万円の部屋借りてだって社員に3万でいいぞって、うちはまああと7万は出してあげるっていうルールだからってね、いうのは通るわけじゃないですか。だからそこも本当に、うん、まあ俺やってないけどね、自分の家も全部個人にしとるけど、うん、まあそれは本で読んだことある。まあ経営者だったらこうやってやればいいよねみたいな、そういう不真面目な本を読んだことあるんですけど昔、うん、でまあ完全に個人でまあ所有したりとか個人で使うものっていうのはまあもちろんダメですよね、うん、では次行きましょうか。はい、それでは最後、実際にまあじゃあ1000万以上毎月使うね、本当に全然使っとるけど、まあ、経費って何使ってるのじゃあってね、この黄色いヘルメットのバカチンは何使ってんだっていうと、まあ本当にでもね、まあまあ給料はまあもう給料入れたらもうバーンっていっちゃうんで、それは年間でしょ売り上げだって月1億とか売り上げがあるわけだからさ、その純利益なんか数パーセントだからね、マジで。あの最後に残るお金っていうのはね、だから全部使っとるわけじゃん、まあ、90% 使っとるとしても毎月9000万は使っとるわけでしょ。で下請けの、まあ、塗装の職人の手間代とかまあもちろん入ってくるんですけど、そうじゃなくてまあね、大まかな経費っていうとどういうものですかっていうと、まあ、上からいくと、まあ、伸びない飲食代はまあ本当これは俺はもう本当にまあ最近は特にですね、まあ、ちょっといろいろあって毎日飲む回数も増えたんで、従業員と飲みに行くよね、まず居酒屋行くのもあるし、まあそれこそ昼朝のネタでキャバクラだとか言うけど、まあ俺あんまりそういうのあんま好きじゃないんですけど実は。でもまあちょこちょこ行ったりするよね、女の子の店に行ったりもするんで、まあそれもまあもちろん経費は認められるし、であとお客さん先輩勉強会とかいろんなところに俺も行くんですけど、でそういうところで出会った人たちとご飯食べたり、あ昔世話になった人から電話が出て、あ行きましょうかじゃあって言って飯食いに行くのは、まあ、もちろん認められるし、認められんと困るかな、うん、まあ、だってビジネスチャンスが転がってるからうろうろしてんだからさ、うん、でまあお品代、まあ、これさっきもちらっと言ったんですけど、ビデオカメラで服家具パソコンスマホって言ってね、ちょっと書いてたんですけど、服とかもそうそう面白いのはさ、今俺 YouTube やっとるじゃないですか、で YouTube のネタに使うんだったら別に落ちるわけですよね、服とかも動画ネタにしたいんでこれ買いましたって、いや落ちるわけだって、曖昧なんだよな本当に経費で認められるか認められないかっていうのは。
でグレーなとこっていうのが絶対あるんですよ。黒と白じゃなくて本当にグレーなのがほとんどなんですけど、でそこがまあね、税務署さんとこっち側のそのぶつかり合いだと思うんですけど、でも入れなそうなら俺は入れた方がいいと思う。で税務署さんが、いやこれちょっと小林さんちょっと解釈違うよって、こういう風じゃないですか、何ですかこうですかってやった時に、あじゃあそれもう取り下げますっていうことで、それ脱税じゃないんですよ、うん、で意図的に売り上げとかごまかしたり経費ごまかしたりインチキやってね、領収書勝手に作って入れたりすると、それはもう脱税だから、重加算税とかなんとか税とか、まあ何倍も税金かけられるとかペナルティーみたいなのがあるんですけど、解釈の違いで入れるのは、ちなみにあの取り下げばいいだけ、取り下げたらその分にかかってきた税金は払えばいいだけだから、あのそれはその全然問題ないから、もうあの分かんなかったら入れちまえばいいと思う。で税務署さんから指摘受けたら、あそういうことですかって、あじゃあこれもう取り下げますって、いやいいだけのことだから、うん、であとはまあ自動車もそうだよね。だって微妙なラインじゃん車なんか。ね、俺もそうだよね、車なんか微妙なラインだなと思うけど、やっぱ仕事に使うからね、絶対的にお客さんとかも乗っていくから、まあいい車乗ってますけど、これは経費に認められる。ただその2ドアダメとかいうのは俺チラッと聞いたことあるから、なんかフェラーリかなんかがダメとか、どうなのね。でもなんか俺昔テレビで見たことあるけど、なんかフェラーリに会社のさステッカー貼っとったやつおったよね。でそれはもう広告宣伝費としても認められると思うんだけどな。でちょっとこれも微妙なんですけど、まあそれ聞いてもらった方がいいよね。で旅費交通費だって、海外旅行もまあ俺東京大阪とかもよう行くんですけど、まあだって楽しんでるから、人から見たらあいつな休み行っとんだって従業員に怒られるけど、まあ、ただ、まあ、海外旅行行っとんだとかさ、また大阪はでも俺は仕事も楽しいしね、いろんな人に会いに行くのも楽しいし、 YouTube やってるのなんかもう究極楽しいもんね。もう社長何やっとんだと思われてるんですけど、だけど海外旅行もなんか本当にそうじゃないですか。ビジネスチャンスもいくらでもあるし、いろんなね相乗のエネルギーもあるだろうし、確実に経費だよねそれは。だからもうこれ入れていいと思うんですけど、まあ額で言ったらちょっと分かんないですけど、まあこうどうだろうね、まあここまで言ったってどうだろう、月で言うと、まあ、何百万とかになってくんかな。であと大きいのはこの広告宣伝費というのはまあすごい大きいかな。やっぱ折り込みチラシだとかホームページ YouTube もそうだよね、まあ、半分趣味だって言われるけど、これ経費全部認められてるんで、うん、だってカメラ買うのも認められてるし、企画やってねいろんな会場を借りたりだとか、もうもちろん全部認められる。でこの間はちょっとまだ動画にしてないんでいかんですけど、車のジャッキを買ってね、うん、それも認められるし、まあ、いろんなものが、まあ、認められますよ、うん、でまあその他、その他まあいろんなものがあるんですけど、まあ、プレゼントお客さん、今日ちょうどたまたまテレビでやったらスーツケース50万円をあげて、これワイドだって。でもさ、俺がじゃあ誰かに50万円のさ、まあ、もう俺らはもうその B2C って一般の人が顧客なんで、そのワイドとか本当にないけど、じゃあ便宜を図ってくださいって言ってね、スーツケース50万円のやつを渡すとするじゃん俺が。で俺はもちろんだけど、それ経費で落ちるってことだよ。だけどもらった側は従業員だからさ、社会問題になっとんだよね今。50万円もらっただとか現金もらっただとかで、現金はなかなか経費を証明するのが難しいからね、相手がもちろんもらったって言ってくれるわけじゃないし、申告しろわけじゃないでしょ相手は。だけどそのスーツ券とかそういうのって買ってくるわけじゃん。だからうちでいや商品券買ってくるよね、JCB とかの商品券買ったりするんですけど、これっていうのはまあお客さんプレゼントとかで使ってる、まあ自分で使ってないよ本当に。だけど、まあ、極論そういうこともやってもじゃあどこまで認められるのかなと思うんですけど、まああとはもうゴルフ行くのも、まあ、最近ちょっとやらなくなっちゃったんですけど、まあ、もちろんゴルフも認められるね。それはその一人で行ってたらかんよ、うん、だってゴルフの練習はちょっと認められんと思うんですけど、であとはまあ求人費、うん、求人費ってもいろいろあるじゃん、雑誌とかに求人かけるのもそうだけど、まあ、いろんな人にお金ばらまいて紹介料払うのも求人費だからね、うん、だから、うん、経費って本当にその解釈でも仕事のビジネスのために使ってるんだから、俺はまあ基本的に認められると思うんだ。なのでこんな本当にこれだけで1000万なんか超えてっちゃうと思うけど月ね。だけどまあその利益になっちゃったら苦しいよね。だからじゃあお前ゴルフもね、海外旅行も全部給料で行けよって言われたら、まあもう行かんけど多分、うん、仕事座で行くけどもちろん、
だけどそうすると給料どんどん上げていかなあかんよね、うん、またこの自分の給料っていうのは他の動画でちょっとお話ししようと思ってるんですけど、今日はまあこんなもんになります。ね、一生懸命喋ったんでチャンネル登録はしてください。あれね高評価もつけてください。最近高評価でもめっちゃつけてくれるんで本当すっごい嬉しいんですけど、まあいいねだけまたやっていただいたら、チャンネル登録か、またこれからちょっといい動画増やしていこうと思ってますんで、ぜひよろしくお願いします。